スーパーモーニング、スーパーモーニング、A 賞、スーパーモーニングは、1993年4月5日から2011年4月1日まで、テレビ朝日系列田で放送されていた平日朝の、ワイドショー、情報番組である。前身は、日本のワイドショーの第一号であり、29年間続いた、モーニングショー、第一期で、当時は1時間番組だったが、 このタイトルとなってからは2時間番組となり、時間もほぼ2倍に拡大した。初期は芸能ニュースを全く取り上げず、国会議員や政党役員による討論を定期的に行うなど後派路線だったが、その後、モーニングショー以来のリポーター取材による事件や、芸能ニュースを中とした典型的なワイドショー路線を踏襲した。番組後半にモーニングショーで人気コーナーだった。 宮を進むのは、日本の社長など曜日ごとの企画コーナーや、テレビショッピングの特選インパーショッピングを放送という方針を取った。また、平日正午枠の系列外事サネット廃止に伴い、本番組は、系列外局で放送される、唯一のテレビ朝日制作ワイドショーとなった。1994年10月に、河野太郎が司会に起用され、翌年、ワイドショーが揃って、 オウム真理教報道に先進する。1997年頃はオープニングに芸能ニュースをまとめて放送した。1999年10月には TBS 系列やフジテレビ系列のワイドショーに出演していた亀畑武氏を司会に起用。ネット局に関しては1996年10月1日から岩手朝日テレビの開局に伴い岩手県での放送を開始。 東該曰くは、モーニングショー時代の1979年12月以来、16年10ヶ月ぶりに47都道府県すべてで放送されることになった。後波路線へと舵を取り、2000年10月に土日曜日の、スーパー J チャンネルのキャスターを務めた、カニセイ一を司会に起用。富士テレビ系列、情報プレゼンター特だね。ない、特だね。タイムズに相当するコーナーを、 社会、芸能別に用意。9時代前半に討論コーナーを立ち上げた。アメリカ同時多発テロ事件では、ガニゼがワシントンから1週間取材を行った。苦戦を続ける中、平日昼では、ワイド、スクランブルの大和田幕と、テレビ朝日アナウンサーの大下陽子コンビが定着した後の2009年秋改編で、大和田は、降板、公認は、 同局アナウンサーの寺崎隆それを受けてか2002年4月に癒し路線を求めて俳優の前田銀を司会者に起用するも視聴率は全く振るわなかった。そのためわずか半年でリニューアルに踏み切る。この件で前田を司会者に起用したスタッフが左遷された。なお、テレビ朝日の重役が前田のファンだったという理由による起用だった。前田はこの司会に関して 橋田蘇学から批判されたことがある。2002年10月に一大リニューアルを実施した。テレビ朝日アナウンサーの渡辺則次に、ザスクープの鳥越俊太郎という取材歴の長い二人に、当時テレビ朝日アナウンサーの徳永由美を加え、番組初のメイン担当三人体制を組む。渡辺は1991年4月1日から1993年4月2日までの2年間、 モーニングショーの最後の司会、1993年4月に本番組に衣替えしたためを務めてから9年半ぶり、同枠復帰。徳永は出演していた、ヤジウマワイドが3ヶ月前に終了、降板したばかり。さらに、ニュースの職人を辞任する鳥越は、ザスクープ終了後の活動の場を求めており、ニュース路線を強める番組側との思惑が一致した形での出演となった。 サブタイトルをあれこれニュースショーとし、ニュースに、帰線なしをスローガンに掲げて手術ザッパなニュースを公平、扱うという路線を強めた。この時に番組略称をスパモニとした。これまでのワイドショー番組にはなかったような視聴者、参加企画も実施した。2006年4月のリニューアルまで、オープニングは視聴者からのリクエストや、番組側がその日に放送する内容にあった。 洋楽、邦楽問わずを今日の名曲と題して放送していた深刻なニュース、災害、事件が起こった日などは休止し番組独自の音楽に差し替えられた。この OP 放送中の12月24日になると大抵山下達郎のクリスマスイブを流していた。またこれまでの曜日別の企画コーナーを廃止、放送終了後にインターネット投票で視聴者から評価を クサバイバル企画、スパモニ企画を放送した。リニューアル初期には番組中に留守録やファックスで寄せられた意見や感想、質問や苦情、非難などを番組のラストに紹介した。2003年4月、徳永が、うっちゃんなんちゃんの内村光義と、不倫、二人は2005年に結婚をしていたことが発覚し、当時のテレビ朝日社長であった、広瀬道さも、 4月22日に行われた定例社長会見で徳永に対する処分を示唆する発言を行った。徳永はワイドショー担当者としてふさわしくないとして4月25日放送分で交番となり、徳永の交番会見は飛び乗り局を配慮して8時50分頃に放送された。当時のテレビ朝日アナウンス室には適任者がいなかったため、 女性司会者が2003年4月28日から2ヶ月間空席となる。テレビ朝日は、渡辺のパートナーを、純ー局の朝日放送、当時、現、朝日放送テレビに求め、2003年6月末から、当時同局アナウンサーの赤江玉をが司会に、就任する。当初契約を大幅に延長し、2006年4月の、リニューアルまで司会を務めた。 しかしながら、赤江交番時の視聴率はおよそ5%で、同時間対横並び再開であった。2006年4月3日、テレビ朝日の再編に伴って、放送開始が30分繰り上がり、7時30分開始となる。同時に、あれこれニュースショーというサブタイトルを配し、渡辺のパートナーが赤江から、テレビ朝日アナウンサーの野村巻に交代した。同時に、今日の名曲は、 エンディングでの放送となった。この再編で、ジウマプラス、当時は4時25分から放送と連携を組み、ジウマプラスの出演者が本番組にも登場する、5時間半、ぶち抜き、ニュースショート、PR、テレビ朝日のみ。同時に、祝日を除き全国で最後まで、長年にわたって9時30分までの放送だった、朝日放送が、 番組終了の9時55分までの放送に踏み切った。これにより、9時30分の飛び降り点がなくなった。2006年10月にリニューアルした際に、7時30分のオープニングで全国の天気、アンシングルネット局の所在地と釧路の25都市と関東周辺の天気を流すようになる、天気予報を取り上げるのは縛らなかった。当初は司会者交代を機に本番組を終了させる。 予定だったが、大幅な手こ入れをすることで番組名はそのままとした。放送開始時間は8時に戻り、これに伴い、ヤジウマプラスは8時までの放送なるタイトルロゴも一新された。司会は2006年3月まで司会を務めていた赤江真夫とワイド。スクランブルの特報サイトを担当していたテレビ朝日アナウンサーの小木一平のコンビ。 赤江は2007年3月いっぱいで朝日放送を退社しフリーアナウンサーとして復帰した。また番組宣伝は赤江を全面に出したものとなっている。また携帯電話を利用したテレビ電話での中継を状態化。スパモに起動中携帯としてリポーターやディレクターが現地報告することになったほか内容もそれまでの政治関係を扱う割合が少なくなり リニューアル然テ手薄になっていた芸能関係の扱う割合を増やした。2007年4月のリニューアルで、参院放送、宮崎放送、いずれも TBS 系列、当時は両局とも8時30分に飛び乗りネット開始、2009年3月27日までを除くすべてのつぼねが8時スタートになり、朝日放送は初めてフルネットとなった。 2007年10月1日からは、スタジオセットとタイトルロゴの色が変わる、青じゃ。それ以前は、コメンテーターの人数が多すぎ、満足なコメントの時間が取れないことで不評だったため、コメンテーターの数を5人から3.4人へと減らす、北野誠は、自身のラジオで降ろされたと発言。2009年3月27日には、 参院放送と宮崎放送で本番組のネットが打ち切られ12年半ぶりに47前都道府県での同時ネット番組ではなくなった2010年3月29日からオープニング並びにテーマ曲を変更同時に地上アナログ放送でもモノステレオ放送を開始した2009年頃から再度硬波路線に舵を切ったり2010年5月31日には 再度オープニングを新コーナーである教えてニュースなんでそうなるのに変更するなどのリニューアルを繰り返すものの質が続き10月4日からはコメンテーターの曜日移動や新コーナーの開始などのリニューアルが行われたがこれらを実施しても効果はなく視聴率が3%台を記録する回もありかつ同時間帯の番組ではテレビ東京を除く最下位になっていた関東地区 ビデオリサーチ者調べ。これに加え、2009年以降における本番組の放送内容も問題視されるようになり、2010年7月と9月のテレビ朝日の番組審議会でも取り上げられた。これらの影響で、2010年年末最後の放送は延長放送を実施せず、全局定時終了となったほか、2011年の年始特番は放送せずに、 全局1月4日開始となった後日。さらに2011年1月には本番組をネットしている日本テレビ系ヒマストバイ局のうち北日本放送と四国放送が同年3月31日限りでテレビ朝日の平日午前のワイドショーのネット自体を打ち切ることを定めしたと同時に2011年4月1日以降はモーニングショーから続いてきた平日8.9時代における 番組の最大放送局数の番組が TBS はなまるマ,マーケットと富士テレビ特田ねに放送地域が最大数の番組もはなまるマーケットにそれぞれ明け渡すと同時にテレビ朝日系から最大放送局数最大地域数のワイドショーや帯番組が皆無になることも決定するなど 本番組は NHK が総合テレビで朝1を開始して1年もしないうちに1980年代後半以降のモーニングショー同様番組存続の危機に立たされることになった。上記の事柄が重なったためネット局29局中北日本放送と四国放送は予定通り終了前日の2011年3月31日をもって本番組のネットを終了し、 残る27曲、アン、フルネット24曲と山梨放送、福井総、高知放送も、翌4月1日に放送を終了し、18年の歴史に幕を下ろした。2011年3月28日から3月31日までは、各曜日のレギュラー陣が終了の挨拶を行ったほか、最終回では、9時44分頃から約10分間に、わたるエンディング部分において、 金曜日のレギュラー陣、鳥越え、この日は特別ゲスト扱い、小木、そして赤江の順に最終回の挨拶を行い、番組を締めた。翌週4月4日より、鳩新一と赤江を司会とした、後継番組、情報満載ライブーモーニングバード、が開始されたが、最終回では、モーニングバード、並びに、鳩についての紹介は行われなかった。 最終回の視聴率は、テレビ東京を除く、同時間帯再開の4.3%であった。2007年4月開始、2010年9月まで、ヤジウマプラス及び、アンニュース兼任。番組終了時点、番組内容などによってはタイムテーブルが変更される、場合がある。なお最新ニュースは、ニュースが入り次第、適宜放送される。いずれも月曜日から、 金曜日の基本放送時間、制作する、テレビ朝日の場合祝日スペシャルやスポーツ中継による、変更は別記掲載。太字は2011年4月1日の最終回をネットし、後継番組、モーニングバードをネットしていたつぼね。系列は、ネット終了時点のもの。岩手朝日テレビ開局に伴う放送開始は、事実上、1979年12月に、 モーニングショーを岩手県でのネットが打ち切られて、以来の復活となった。2011年4月1日の最終回はテレビ、朝日系列、フルネット24曲と、日本テレビ系列3曲での放送となった。なお、番組内の CM の部分では、最初に、テレビ朝日の番組宣伝が流れていたが、日本テレビ系列各局では、AC ジャパンの CM に差し替えられていた。 本番組の旧ネット局で放映権移行後に切り替えた番組や本番組が打ち切りになった8局で切り替えた番組は以下の通り、クロスネット局だった山口放送を除く各局は本番組が最後の本来の系列ノットワークセールス差し替え番組であった。モーニングショーより放送時間帯を拡大したことによりネット局によっては都合により放送時間が異なっていた。 開始時にすべてのネット局が8時から9時55分まで放送可能だった状況ではなかったため、モーニングショーと同じ時間帯、8時30分と9時30分に区切りを設けていた。年末最後は12月30日となることが多かった。放送日時は曜日や編成の都合で変動する。2004年以降、年内最後の放送は昼の アンニュース開始前の11時45分まで拡大される一部アン系列局と他系列局は定時終了。ただし2007年と最後の年となった2010年の年末最後の放送は小座番組 G3 法の拡大スペシャル放送のため全局定時終了。2010年までの年始の放送、放送日は1月2日もしくは3日は原則として、 スーパーモーニングのタイトルは使用せず、超ワイドなどと銘打って放送されていた。司会者は同じだがサブに回り、さらにもう一名メイン MC を加えて、番組を進行する。晩年期の内容はほぼ芸能ネタ一式で、途中にアンニュースを挟む程度を NHK、NHK 紅白歌合戦や芸能人のバカンス出国リポートに時間を割く。 スタジオには、お笑い芸人を中心にタレントゲストが集結し、生中継で登場するゲストもいる。番組最後の年である2011年は、1981年から、毎年大晦日の夜に放送された、ドラえもんの特番がこの枠に編成したため、モーニングショー最後の年である1993年以来となる年始の放送なしになった。通常時の系列外ネット局では編成上の、 都合から、年始特番は放送できず、正月さんが日明けの最初の平日から放送開始となっていたが、2011年に関しては、アン、フルネット24局も NNS5 局同様に1月日、開始となった。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。